熊本県道28号熊本高森線は、熊本市西区から、阿蘇郡高森町に至る県道である。熊本市内の西区田崎本町から、中央区在区町までと、中央区花畑町から、東区県群の区間は、熊本市電が走る熊本市有数の大通りであり、電車通りと呼ばれる。電車通りと呼ばれていない、中央区在区町から、中央区。 花畑町までを含む、西区田崎本町から、中央区上東町までは、坪井川と、並行している。起点から水道町交差点まではもともと、県道熊本玉名線だったが、県道大牟田熊本宇都線の国道501号昇格を、木に、熊本高森線に組み込まれた。道路状況は、阿蘇郡西原村伊勢と伊藤で大きく異なる。また、熊本市内でも、 幹線道路、裏通りなどを通ることがある。熊本市中央区花畑町から熊本市東区県群町の区間は、熊本市の東西の大道都とも呼べるほど、交通量が多く、路面電車が並走している。阿蘇郡西原村から阿蘇郡南阿蘇村の区間は、南阿蘇観光の一ルートであるが、交通量は、 国道経由より少なく、阿蘇観光の抜け道として利用されることも多い。村境を越える俵山トンネル開通で、交通量は多くなっている。阿蘇郡南阿蘇村から阿蘇郡高森町の区間は、南阿蘇観光の観光地が沿線にあり、観光、生活路線となっているが、車が離合できないほどの狭い区間も存在する。橋梁トンネル起点から、 道の駅熊本市中央区在区町4丁目付近、熊本市中央区上通り町付近熊本市中央区、手取本町付近西原村、小森、大雪畑ため池付近田原山トンネル、高森町高森付近熊本市西久尾島町から、熊本市中央区花畑町の区間は、熊本の中央市場である、田崎市場や熊本駅、熊本桜町バスターミナルが、沿線にある一 方で、かつて城下町の中心街であった、東人町、西区町界隈を通り、特に東人町界隈では、主要地報道とは思えない静けさと思向きを感じることができる。この沿線には、あんたがたどこさで知られる船場橋がある。日本三名城の一つである、熊本城や、細川市の庭園であった、水前寺城主園がある。 熊本市東区県群町から阿蘇郡西原村の区間は都心と郊外を結ぶ路線である。田原山中腹の沿線には電源開発の風力発電所阿蘇西原ウィンドファームがある。ありがとうございます。